お前どっち応援したらいいのか俺もう分かんねえな。やばいよ。頑張れ。なんか小沢さんと同じチームになったことによってアウェイ感がすごい。なんで？じゃあ心強さ的なものはない。最初あったんだけど、今なんか会場の空気が浅江さん頑張れっていう声しか聞こえなくて絶望してる。頑張ろうぜ。頼むね。俺この空気で戦ってた。俺はずっとこの空気で戦ってた。かわいそう。この中で小沢さんを応援してくれる人いますか？一人、二人、三人。ほら男の声しかしねえよ。まあ、マジで 4,5 人しかいないから頑張って。さあ始まりました、マレット対ナオト。邪魔すんじゃねえよ。俺この中実況もして本当ハート強えな。さあ開幕コメントでは小沢さん頑張れ。スッピーがナオト、やばい出る、対空出る人だ。シーケルの空戦だ。やばいやばい、これ絶対うまい人だ。絶対うまい人、絶対うまい。はい、待って、はい、なんだ。お、いや絶対うまいもん。あぶね。あー、もう大切する。絶対うまい人やん。ちょっと、開発してたんでしょ。おやばい、これきつい。どうなの、危ないよ。おっと、おっと、お、コンボ決め返すの。危ない、危ない、こっちだぜ。結構マジ危ない、マジな感じらしいから、カッティングシア固めて、おっ、やばいやばいやばい、かっこいいコンボが入って、危ない、バルトさん強い、いい試合、フリットシューター、いい試合、固めて固めて、すぐクルセイダー、あ、裏に回った。スマル、画面端でコンボが入って、ヘネクルスイーターからのからの、何もなかったよ。ケーナンが入った。お、さあ、どうすんの、時間がなくなっていく。おー、やるやる、危ねえ、まじすげえ、やるめちゃいかんってことですよ。なるほどね、これはやりおるわ。いや俺全然関係ねえんだけどさ、はい、あのシルバーベッドパンツってエロいな。そうですね、なんかハレンチな感じしますよね。そうね、はい、あのね、今見てちょっと思ったぞこれ。マジで関係ねえってこと。勝ちだよ。第2ラウンド暮らされるんだよ。ストレート勝ちしてくれたら俺的には心強いんですけどね。あー、スタバのそれだ。やばいやばい、そもそもね、バレタ姉さんもうローライズがね、はい、いて、あ、まさかね、はい、お、こんな姉さんが、はい、ここで、フルダウンが、画面で、今のうまいわ、いいっすね、うまいんだけど、あっという間に4000点、入る。さあ、ナオトレッドゾーン、中段もバースト。さあ、あ、反応しちゃった。あー、見てから打つの、しっかりガード。しかし、あまり音が目がない。ちょっといけるか。お、まだ粘る。確かに。ファーストは非常に難しいも。中段でしっかりコンボ決めて、点差逆転。ハーブ。スパイク。おっと。おお。フラットエッジでカウンター。おお。裏に回るがダメ。やばい。小田さん、僕たちは初クロ今日。そうかな、初クロックしか何回か負けてる気がする。あ、負けてる気がする。さあ、最終ラウンド、いや、お互いよく動く。おっ、フラットエッジ、ガクラ、いいよ、今のは中段か。はい、マーコンボ、今のは全然読んでよ。さあ、終わって、2つでコンボ、ブラッドエッジと見せて出すのが本当に厄介だね。そうですね、はい、なんかね、こうリレーのね、ペイントがね、そうなんですよ、ペイント見せられると余計ちょっと、はい、あ、どうしようか。うわー、まだ、おっ、ペイントも通じず、コンボを回していく。うわ、やる、投げた、あー、ちょっと続かなかったか、2000点。まあ、おっ、マッチュータイプは間に合わず、マッチュータイプ
ない。あ、すごい小沢さんが来てる。やばい。あっと。小沢さんどうすんの？間に合わない。しかし本当に隙ないですね。あ、やばい。あ、これは伸びる。行った。まさか？まさか？まさか？まだ？まだわからない。やばい。やばいとしか、やばいとしか言えなくなっている。なに今の出番上入っちゃったなんか。うわーほら雨だった今。なるほどね。普通に横にやろうと思ったんだけど、ね、ジャンプしてやろうかなと思ったらなんか中途半端にジャンプしてディバインスマッシャーっていう。はいはい、申し訳ねえ。いちきさん、いちきさん、あれ